ローマ・シリア戦争は、共和制ローマとセレウコス・アサ・シリアの間で、紀元前192年から紀元前188年に戦われた戦争である。この戦争にシリアは、敗れて、ヨーロッパから手を引いた。戦争の名称に関しては、シリア戦争、アンティオコス戦争などとも呼ばれ、あるいは、アンティオコス三世とローマの間の戦争というように、 固有の呼び名なしに扱われることもある。シリアのアンティオコス3世は、前代まで、縮小傾向にあったシリア王国の領土を拡大し、東方はインドにまで遠征して、大王の称号を得た。西方では小アジアの諸国と諸都市を服属させ、ヨーロッパに影響力を及ぼした。直接の領土として、ケルソネソス半島を得て、防護を固め、アイトリア同盟と同盟した。 一方、マケドニア戦争に勝利して、マケドニアとギリシアに影響を及ぼしたローマは、シリアの勢力浸透を喜ばず、ヨーロッパからの撤退を求めた。アンティオコスは、ローマの要求を跳ねつけ、紀元前192年に戦争を開始した。最初に行動を起こしたアンティオコスは、カイロで、ギリシアに渡り、紀元前192年にアイトリアに隣接する。 テッサリアの制圧に取りかかった。アンティゴノスはマケドニアのフィリッポス5世は、ローマに味方することを決めた。マケドニアから、ローマ軍の先遣隊が南下すると、これを、連合軍主力の出現と考えたアンティオコスは、攻勢を取りやめた。翌紀元前191年に、マニウス・アキリウス・グラブリオが率いるローマ軍、不評2万と、騎兵2000が、アドリア海を渡り、 アポロニアに上陸して、産地を越え、テッサリアに現れた。アンティオコスは1万の不評と500の騎兵しか持たなかったため、本国に援軍を送るよう指示して、テルモピュライに防衛戦を敷いた。テルモピュライの戦いは、ペルシア戦争中の同地点での戦いと同様、山側の防御陣を攻撃軍が突破したことで決着した。敗れたアンティオコスは、船でギリシアを去った。 ローマ軍はアイトリアに攻め込み、紀元前189年にアイトリアの降伏を受け入れた。アンティオコスの撤退に抗応して、イタリア防衛に当たっていたリウイウス率いるローマ艦隊はカルタゴ、ロドスなど同盟諸国の艦隊も加えて小アジア沿岸に進出した。ロドス人のポリュクセニダスが率いるシリア艦隊はフォカイアで敗れたが、損害は大きくなかった。 主力が北に去った後に、ニセコを用いて、ローマのルス艦隊を撃滅した。このコロマニウスと交代したローマ軍司令官は、失政官ルキウス・コルメリウス・スキピオであった。彼は、第二次ポエニ戦争で活躍した兄弟の大スキピオを助言者として伴った。スキピオは、マケドニアの助けを得て、マケドニアからトラキアを経由して小アジアに向かって、行軍した。 しかし、アンティオコスも、このことを予期して、ヘレスポントスに面するケルソネソス半島の防備を、固めていた。ローマは外交によって、ヘレスポントの南方にある、ペルガモン王国を味方につけた。アンティオコスのコセレウコスがペルガモンを攻略しようと、したが、アカイア同盟からの援軍を率いたディオファネスに、悩まされ、工場の軍を引いた。さらに、 リウィウスの公認ルキウス・アエミリウス・レギルスが、ミオネソスの海戦でポリュクセニダスに勝利した。この敗戦を知ったアンティオコスは、ケルソネソスの守りを放棄して内陸に退いた。ローマ軍は、ケルソネソスに集積された、補給品を収めて難なく海峡を越えた。アンティオコスは、プブリウス・スキピオに和平を求めたが、提示された条件の厳しさを知り、戦争の継続を決死にした。 かくして、紀元前190年に小アジアの内陸でマグネシアの戦いが起こった。この戦いに、大スキピオは病気で出陣しなかった。代わりに、実質指揮を取ったのは、グナイウス・ドミテウスであった。アンティオコスは大軍を要しながら、この海戦に敗れ、不評の主力だったファランクスを全滅させられ、交戦が不可能になった。 アンティオコスは再び講和を申し入れ、スキピオが提示した条件を呑んだ。紀元前188年のアパメアの和訳で、シリアはタウロスイセのアジアを放棄し、ローマに賠償金を支払い、増軍を保有せず、保有する軍艦を10隻に制限され、人質を出すことになった。ローマは直接の領土拡大はしなかったが、シリアが放棄した地域を従属させた。 以後もシリアは大国として残ったが、戦後すぐにアンティオコス大王が死ぬと内紛に明け暮れ国力を消耗していった。これと別個にアイトリア同盟もローマと和を結び、ローマに従属することになった。ありがとうございます。